予報センターから台風1号の情報をお伝えいたします。台風1号は間もなく台湾に上陸する見通しです。まだ強い勢力保っておりますけれども、沖縄への影響は徐々に小さくなっていきます。現在の衛星画像で台風の様子を見ていきます。台風は中心付近の目ははっきりしなくなってきましたけれども、まだしっかりとした渦を保っておりまして、かなり強い勢力を維持しているということがわかります。中心は間もなく台湾に上陸ということで、台湾はすでに活発な台風の雨雲に覆われているような状況です。沖縄や先島諸島、台風の東側の雲まだ残ってはおりますけれども、徐々に遠ざかっているということもありまして、あまり強い雨風にはなっていないという状況です。沖縄周辺の風の状況を見ていきますと、青い矢印のところが5メートルから10メートル、緑色のところが10メートルから15メートルとなっています。強いところでも平均で10メートル前後ということで、台風の接近時にしてはそれほど風は強くないといった状況になっています。今のところ被害が出るような強い風の心配はなくなってきたという状況です。雨風に関してはそれほど影響大きくありませんけれども、海上の波の高い状況はまだ続きますので、そちらは注意が必要な状況となります。8日3時現在の台風の中心の位置は与那国島の南南西およそ270キロの海上にあります。中心の気圧は930ヘクトパスカル、最大風速は45メートルで非常に強い勢力です。台湾に近づいて、いるということもありまして、若干勢力は弱めておりますけれども、中心付近では瞬間的に65メートルという猛烈な風を吹く、まだ勢力を保っております。西北西に15キロの速さで進んでおりまして、もう間もなく台湾に上陸する見通しです。その後台湾を通過した後は9日から10日にかけて中国大陸に上陸という見通しです。ここになりますと急速に勢力を弱めまして、熱帯低気圧に変わっていくと見ております。台風1号は間もなく台湾に上陸する見通し、沖縄への影響は徐々に小さくなっていますけれども、波の高い状況はしばらく続きますので、海に近づくのは避けた方が良さそうな状況です。以上、台風1号の情報をお伝えいたしました。